おはようございます。俺と健康です。なんか変だな。これ1食目です。午前中に食います。朝起きて1時間半ぐらいして、まあ理想は朝起きて有酸素運動して。昨日俺すげえ食ったんだけど、そうラーメンもうそうなんだよ。旅館の朝ごはんさ、わざわざ米持ってきてもらってさ、もう一回米めっちゃうまくて、なんなんですかって聞いたら、はい、川の水で炊いてる。川の水、山の水。いや、水すげえ。かなわねえよ。かなわねえよな。かなわねえんだよ。で、まあいいや。そう、この前組んだっていう一食目。ヨーグルトに蜂蜜に、なんか、家にあったから。俺あんまこのこういう系入れないんだけど。なんていうの、フレーク、フレークじゃなくて、この子はなんかいろいろなんていうの入ってる言語かタンパク質とかいろいろ入ってて、そうそう、だから筋トレしてるんだったら、体すごいやってるんだったらこれね、もうちょっとタンパク質が欲しいところだけど、まあ今俺ね、動けないので、動けない人なので、まぁ、こんな感じでいこうかなっていう感じです。はい、以上です。お疲れ様です。めっちゃ豆腐買った。これと、あ、片手無理、片手無理。枝豆と、はい、よいしょ。けんちゃん、ジャパンはいいね。日本はこんなに豆腐買えるよ、手に入るの最高だぜ。豆腐をサラダにします。ピース。はい、俺と健康です。今日の2食目、炊き込みご飯に卵がかかってていつものもずくにサラダに、これネパールのお茶。ピース。卵は温泉卵を作ろうとして、昨日食ってん、温泉卵、大涌谷のあの黒卵超うまかったよな、あれ。ほんで、で自宅でも作れんじゃんと思って、うち鍋ないのよ、フライパンしかなくて、ちょっとはい、よらって、だから、でもズボラだからさ、お湯だけでいけんじゃねえかと思って、バルミューダでさ、100度まで行って、で、置いといたんですよ。何分ぐらい？ 15 分とかかな？蓋しないでね、入れて。そんで入れたら、トーンってやったら、もう全然固まってなくて、お湯。中身。そのままで。で、今調べたら1時間半ぐらい、放置すると。いうことだったんで、もう一回やってます。で、これはタンパク質足りないかなと思いきや、一応カニとか豆腐、そう、カニと豆腐かな、タンパク質は。あ、それだけか。納豆入れる？でもさ、だとしてちょっと食べ過ぎなんだよ。そう、ちょっとね、昼はやっぱあんまり頭を動かすから、体も動かすから、体今動かせないけど軽めにしてます。こんな感じ。でも意外とだ、タンパク質いるもんね、ここにも。こんなんでいいと思うんだよね、俺全然動いてないから。こんな感じで、そう、昨日食べ過ぎたし、こんぐらいでいきます。ピース。イエメン、俺と健康です。夕飯です。ですね、これ見てわかる通りですね、言ってたじゃないですか、熱湯をかけて1時間半放置。あれですね、めちゃめちゃ失敗2発行ったんですよ。2発熱湯かけて、そう、2発熱湯かけたんだけどダメだった。なんかね、さっき1個開けてこのサラダに混ぜたんですけど、あれだね、超、なんていうの、半熟と、半熟だね、半熟、半熟で、しかも外側ちょっと数ミリか、
白身固まってるみたいな。そう、だから半熟だったね。ということでサラダには混ぜずに半熟で卵かけご飯という、今日ね米ねいい感じなんだよ。あのキムニーの炊き方、ガジサックさんの YouTube でキムニーさんが炊いてたあれをやってみたから、ちょっと干したんだよ今日洗った後に。そうそう、あ、真ん中はね、あの卵が入るために浮いてます。この黄金のバレー、エッグバレー、そうね、エッグバレー、納豆ね、僕はしっかり。はい、そんな感じです。ピース。ミンアイーツ、俺と健康でいくかちょっとまだ迷ってるけど、そういえば夕飯ね、あれだけじゃないんです。食卓がないから、うち餃子なんです。冷凍です。いいえ、いいんです、これぐらいは。こういうジャンキーなものは挟んでいきましょうという感じです。そして俺生まれて初めてね、餃子はこういう冷凍餃子だけど初めて作って、こういうよく見るかもしれない、見ないかもしれない、結構油いるじゃん。こんなさ、こうやって返したら油どうやってつくの、ちょっと見てて、俺初めてだからさ、ちょっと、え、熱くないフライパン、え、熱っ、え、どうやってやんの、こう、ちょっと浮かすの、え、むずい、いった、いや、いけんじゃ、なんかすごい色、やばい、放置しすぎたかも。やべ、焦げのくせえじゃん。焦げ臭い、つらい、焦げ臭い、放置しすぎた、うーわ、ミスった。はい、そんな感じです。まあいいや、1回目上出来じゃないですか。そう、こっちね蓋ないから火通しすぎたね。蓋は必要です。はい。